ハセマリー俺のことを好きなんちゃん。はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで、今回はこちらですね、夏色サンシャインという、スカウトが復刻されております。はい、なんで、このページをね、開いてるのかと申しますとですね、チョスさん最近ですね、あのハセマリに好かれてますね。皆さん、あの過去の動画見てくれてる方ならね、わかると思うんですけれども、あの無料10連引けるやつあったじゃないですか。毎日無料10連引けるよっていう、あの最大50連のやつね。あれでも、ハセマリを2枚出しております、 SSR。 そして、この間の、限定 SSR 確定スカウト第2弾のやつで、ハセマリが出ましたね。あの野崎ちゃんを狙ってたんですけれどもそこでも、クリスマスのハセマリが出てくるというね、最近なんかハセマリに好かれてるんちゃうかなという感じでございますよね。ということで、まあ、この流れに乗ったら、この、伝説級に可愛い、水着のハセマリも弾けるんじゃないかという、今日はねそういう動画になっております。はい、というわけでです喋り方大変やな。というわけで、今回はですね、初回、9スターなんとこのスカウト30個で弾けますので、今回10連で、このハセマリを当てちゃおうよというそういう企画になっております。はい、というわけで、ちょっとじゃあピックアップ見ていきますか。はい、まずはこちらですね、岩城よしみ、サードの超属性となっております。こちらの選手は、ミートがものすごく低いですね。まあ岩城ちゃんらしいものになっております。その代わりパワーがえげつなく高いよと、4100がありますね。そして、超属性なので走力もちょっと高めですね、3464というふうになっております。そして守備もまあまあ低いという感じになってますね。まあ正直、イラストがいいから当てたいなっていう感じですよね、この水着スカウトは。そして、こちらはつくもかなでございます。花属性になっておりますね。でこちらは、ミート3996と、めちゃくちゃ高いね。そしてパワー3249で走力3400で守備が低くて2821というふうになっております。こちらも、結構いいシーンになってまして、これはなんかサーフィンをしてるみたいな感じですよね。こちらもなかなかいいよね。やっぱりかっこいいよね、つくも先輩はなんか他のみんなはさ、あの可愛い感じじゃないですか、こんな感じでね。でやっぱつくも先輩はこうクールに決めてるから、やっぱねかっこいいんですよ。はい、でこちらも持ってないっていうか、もうここ全部持ってないので、まあ誰が出ても嬉しいかなって感じですね。そして今回の狙い目、ハセマリアちゃんでございます。いやこれはもう、あのスカウト出た当時から、えぐいぐらい可愛いというふうに言われておりますね。僕もそう思っておりますけれども、えぐいですね、これはもう欲しい欲しいですね。ちょっといつもと違う雰囲気で、なかなか可愛いものになっておりますけれども、まあ、あのいつもと違うのは、シーンだけではなくてですね、スキルとかも結構違いますよということで、結構ね、守備を犠牲にしてミートとかパワーを上げちゃう系の、選手になってます。なんかハセマリといったら守備を上げるイメージが多いですけれども、なんか結構守備を捨てて、打撃にね、特化した選手になってるんじゃないかなと思いますね。こういうの見る限り、だってこういうスキルがさ、自身の守備が大幅に減少するが、ミートが究極に上昇し、パワーが超絶に上昇するよというものになっておりますね。なのでなかなか、面白い選手になっております。で、こちらの才能の方も、ミートパワー上げる系ばっかりですよね。なので、まあ、あんま守備上げないのかなといった感じですよね。だからまあシーンと同じく、能力もいつもと違うよという感じになっております。そして、天草ちゃんでございますね。こちらもなかなかいいよねというふうに、個人的には思っておりましてですね、この左上のアカネもなかなか可愛いよね。なんかアカネちゃんってさ、結構このメインじゃなくてさ、この横っちょに折るときとかに結構可愛い服装してたり、可愛いシーンしてたりするよね。なんかそれいつも思ってました。はい、でこちらの選手は、ミート3134、パワー3034、走力3400、守備3767というものになっております。全部3000超えてますが、まあパワーが花属性にしては低いよね。でもまあ天草だからそんなもんだよねって感じだよね。
まあでもこちらも、結構ねイラストが素晴らしいので欲しいですね。でもまあ今回はねハセマリを引きに行くという、動画ですので、まあハセマリ一本狙いで行きたいと思います。はい、では、早速ね、まあ出てくれるでしょう。もう僕のことね好いてくれてるんでね、ちょっとハセマリ推しの皆さんすいません、ちょっと叩かれそうで怖いな。まあ半分ネタでやってますので許していただけたらと思います。では、まずおはがちゃから引いていきましょう。はい、いつも朝におはがちゃを引くのですが今日はちょっと取っておきました。じゃあまずおはがちゃから引いていきましょう。いくよ。さあおはがちゃで SSR 出したいよね。これで出たらもうすごいもんね。よし、じゃあいきます。ハセマリア、カモン。伝説級に可愛い水着シーン来てくれカモン。しかし、最近ねおはがちゃあまり調子は良くありません。はい、ああ花山エミありがとうございます。まあここでね、R を当てといて、10連でしっかりと引いていくというスタンスでございます。スタイルでございます。はい、では、早速引いていこうと思います。ね、行きましょう。まあ初回30個で引けるんで皆さんよかったら引いてみてください。行くぜ、来い。よし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 、夕方になるのがなんやかんや一番危ないかな。まあここで何も着てないぐらいの方がちょうどいいですね。じゃあ、ハセマリア、お迎えさせていただきたいと思います。いきます。ハセマリカモンゴー。さあ夕方夜まで行こう。はい、あー何もなしだ。しかしこの間の神引きは何もなしから引きました。さあ来い。この10連しか引かないのでここに全てをかけていきましょう。ああ、はい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 。ああ、違う。ツコムパイセン来るかと思ったな。さあ、ハセマリ来いよ。お、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 あ、う、お、あ、うぅ。いやー、そう簡単にはいきませんよね。シルエットがでもね、調子いいね。さあ、来い。ああ、本庄さんか。さあ、ここで、しっかりと引くことはできるのでしょうか。ね。いきましょう。カモン。違うか。あーするね。天草来るかなって思っちゃうよね。さあお願いします。ハセマリ来い。わーっと全然違う。なんか逆に狙ったら出やん気がしてきたな。いや大丈夫や、ちょっとここで折れたらあかん。行くぞ、ハセマリ来いよ。カモン。あー、いやーカモン。おおこれやばくねちょっと怖くねこれ。爆死の雰囲気漂ってるよ。さあここで一発逆転のハセマリ来い。あー友っちか、ショートカット一生焦るよな。やばくねこれ。 SR すら出やんけどいける。さあお願いします、来い。あ、いらんいらん、そんなんいらん、そんなんいらんね、そんなんいらんね、マジで。はいはいはい、ありがとうございます。終わり。ハセマリア推しの皆さん本当に申し訳ございませんでした。もう二度と、こんな調子乗ったこと言いませんので、よかったらね、これからも動画見ていただけるとありがたいでございます。以上ちょつでした。バイバイ。